皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。マックス村でございます。クです。スリングローです。ソニーミュージックエコーズの平沢です。おお、ソニーミュージックエコーズ平沢さん、ようこそ。この度ですね、私とスプリング魔王の CD 限界突破が、12月24日発売開始となりました。ありがとうございます。で、物があるのでどうぞ見せてください。こちらでございます。おお通常版には、CD のみで、その改正3限定版には DVD がついてまして、 DVD には、PV と PV のコメンタリーとメイキング &NG 集がついてます。おー、はい、NG 集なので、はい、ぜひぜひご注目いただければと思います。ご覧くださいませ、はい、あとはアップバンクストアで買った時の、はい、オリジナルジャケット、こちら見てください。こういうのもありますので、全国の CD ショップ、もしくはアップバンクストアでお買い求めくださいませ。で、いろいろとお知らせをしていきます。はい、それでは見ていきます。はい、ドンドン、さらにさらに左ね、さらに、はい、おお、 iTunes、レコチョク、ド&JP など、24日から、フル配信が始まりました。CD で形としてはいいんだけれども、はい、曲はとりあえずダウンロードしたいという方がいらっしゃれば、ぜひともこれらのサイトで、フル配信が始まっておりますので、ダウンロードくださいませ。3曲とも配信が始まっております。1曲目、限界突破、2曲目がスプリング魔王、後輩、3曲目が、マックス村井私の、素晴らしき日々という曲でございます。さらに、はい、あ、からのからの、はい、からのレッグ、おお、はい、ですね、いろいろと特典がついておりまして、レコチョクかドアンゴ JP で、フル配信されている曲、はい、限界突破をダウンロードいただいた方ですね。限界突破をダウンロードいただいた方、はい、それぞれ1名ずつが抽選でですね、なんとマックスぐらいと、社会科見学が当たります。インアップバンク事務所です。アップバンク事務所に来れちゃえ。はい、なるほど。一体スケジュールはいつなのでしょうか。確かに、詳しくはですね、それぞれのサイトをご覧くださいませ。はい、はい、抽選で当たりますので、ぜひフル配信の方も、ぜひともダウンロードください、はい、抽選でそれぞれ1名様ずつです。限界突破まだあります。でんでん、レコチョクとドワンゴ GP それぞれでスプリングマオが歌っている後輩、はい、こちらをダウンロードした方、はい、それぞれ抽選でスプリングマオサイダービー15名15名合計30名様プレゼントさせていただきます。はい、どうぞレコチョクドワンゴ GP でダウンロードください。まだあります。はい、じゃあ次いきます。じゃん、でん、おドワンゴ GP だけの特典、後輩をダウンロードされた方、スプリングマオの着ボイス、私の3曲目素晴らしき日々をダウンロードされた方、マックス村井の着ボイス、これそれぞれが取り下ろしのものでございます。これは確実に当たります。おお、はい、そうかそうか、特典ですよね。これは絶対に当たります。はい、どうぞこの限定着ボイスをお楽しみくださいませ。まだあります。はい、次はこちら、お、はい、レコチョクだけの特典、はい、3曲目素晴らしき日々をダウンロードしてくれた方、はい、スペシャル待ち受けがダウンロードができます。こんな感じですね、イメージ、はい、チラ見せ、はい、はい、どうぞ、ダウンロードくださいませ。まだあります。はい、じゃあ次いきます。はい、次はこちらです。すごい、おお、実はもうすでに歌ったって言って私にめっちゃくちゃシャミ来てるんですよ。はい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 、ダムジョイサウンドで、それぞれの曲が、配信が開始になっております。なるほど、ぜひともお探しくださいませ。で歌ってください。ですね、今私に報告来てる人だと、はい、ジョイサウンド、はい、で、すでに限界突破99点台出してる。ツイッターで見かけました。すごいすごいですよね。99点台、すごい、村井さん99点取れるんでしょうか。なんか先日ね、誰かがね、ニコ生で、はい、マックス村井が限界突破で全国ランキング1位を取るまで帰れませんって言ってた。あったあった、いや絶対無理だと思って。それ超えなきゃいけないですもんね、99点。だから私は一回やってみたいと思ってますよ。本人がカラオケで持ち歌を歌うと何点になるんだ。多分よくて90点じゃないですか。どうなんですかね、すごい難しいですよね、ぜひとも皆様カラオケに行った際は検索してください。はい、まだありましたよ。さでは、これ最後です。2015年、なんと全国いろいろな場所でミニライブ&撮影会を開催いたします。
ソニーミュージックのサイトを見てねと書かせていただいてるんですが、はいはい、日程と場所だけ平子さん行きましょうか。はい、1月4日、日曜日ですね、ラゾーナ川崎で14時からで、1月18日、日曜日新千歳空港で札幌、はい、札幌で、はい、13時からですね、こちらはで、1月25日アスナル金山名古屋ですね、はい、こちらも14時からとなっておりますので、皆さんもぜひお近くの方は、はい、今言った3カ所全部私とまおちゃんが行きます。でミニライブを目打ってるぐらいですから、はい、歌います、歌います、歌います。しかもこの撮影会っていうのもあって、はい、多分現地にいらっしゃった方全員とってのはちょっと時間的にも難しいと思うんですけれども、はいはい、いろんな準備をしてきております。はい、 CD ご購入いただいた方ですね、方限定なんですけど、このフレームを持っていくので、このジャケットで使われてるこのフレームを、はいはい、これ木で実は作ってあるんですけど、はい、これを持っていきます。これに入って一緒に記念撮影をするというのがこの撮影会でございます。どうぞ皆さんもぜひともお越しください。以上ですかね。はい、そうですね、はい、はい、そんなわけで、12月1枚目戻しましょうか。はい、結構たくさんあったんですね、ありましたね、すっはい、そんなわけで12月24日から、CD その他、いろいろなダウンロードサイト、限界突破始まっておりますので、皆様何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さよなら。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますので、ぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。